はい、このね10センチ高くしてね、俺にはそんな工作技術がねえよっていう方はね、これねダイソーのほらシリコンのあるでしょ、シリコンのこれ汚いけどさ、シリコンのこんなのね、あの滑り止めだよね、これ引いてね、これザル乗っけてね、この上にまたシリコン乗っけてね、ほんでやるとね結構これが滑んないもんだよ、うん、ほんで結構大丈夫だよね、ほんで持ってペッパーで置きゃいいでしょ、こうやって、うん、結構これで大丈夫なもんだよ、あの工作なんかしなくたっていいよね、うん、ほんで持って輪ゴムをね好きなように置いておきゃいいんだ、こういう風にね、特にこれでもいいって言えばいいよね、まあ、うちはこうやって作っちゃったけどね、作るのめんどくさい人はこれでもいいよね、こんなんでもね、あと適当な角材でもいいしね、うん、なんか工事現場で落っこってる角材、こんな角材を落っこってたらね、うん、もうこれに毛染めのカップのすりゃいいだけでしょ、ただ滑るからね、これだと滑るから、やっぱり滑り止めのなんかこうシリコンパッドかなんか引いときゃね、まあシリコンパッドかなんか引いときゃいいんだけどね、本来これやっぱり滑って落とすとやばいから、こういうとこまあね釘打っちゃうというよね、パチンコみたいにね、そうすると滑らない、穴掘ってやるとかなんかやるってのはもうめんどくさいからね、まあ、こういう滑り止め引いときゃいいんだけど、やっぱり落とすと大変だからね、落とすと大変だからやっぱりこういう時はこのザルの上乗っけとけいいんじゃねえの、こうやってあの工作できない人はね、ねえ、ほんでまあこうやってこんな向きになってやる、うん、やっぱりこれちょっとやっぱり座りが悪いね、もうちょっと平らな板じゃなきゃダメだね、これちょっとこれじゃ失敗だね、うん、やっぱりこうちゃんとしたものを引かなきゃダメだね、これでね、そうするとでもこれでもやっぱり滑るんでね、ここがね滑り止め塗ってないとね、これやっぱりちょっと滑るね、もうこれでダメだね、なんか滑りのね、なんか これもうダメだね、こういう方がいいね、まあこっちの方が滑んないわ、もうこれちょっと滑るからもうこれダメだ、こうね滑んないよね、もうこうやってやるだけでね、ちょっと高くはできるよね、ほんで工作できない人はね、ここまではちょっとやりすぎかもしんないよね、この程度でいいんじゃねえの、こういうの乗っけとくだけでね、でこの高さ自分でね好きな高さにしてね、工作無理にすることないよね、なるべくダイソーで買えたものでうまくやった方がいいよね。